貴重なこと、珍しいものがありそうなところですね。ありがとうございます。これでしばらくはしのげるでしょう。しかしこのまま水不足が続くようであれば、やはり村を放棄するしか。とりあえずなんとかなったけど、まだ問題は山積みですね。でも俺たちにできるのはここまでだろう。班長に経過を報告してくるか。これからどこ？ここは調査のしがいがあるな。面白いものが見つかりそうだ。鉱石を見つけたのか。この辺には昔からの鉱脈があるのかもしれないな。使えるものは有効活用してやらねえとな。新しいの見つけたよ。よし、頑張って取ったわね。終わったらすぐに行動しなさいよね。どこに？お姉ちゃん、一気に片付けるわよ。精神を集中して、
丈夫だ。成長の余地があるわね。えい、この素材、えい、先に攻撃しちゃいますよ。えい、いただき、動かない。邪魔するな。手加減なしだ。切り裂け。いつもこれならいいんだけどな。取れそうな素材はもうなさそうだよ。他の場所を探した方がいいかも。一丁上がりだよ。はいはい、そんなもんよ。私は何だってできちゃうんだからね。さあ、お姉ちゃんの手がかりになりそうなもの見つかったりしないかな。えい、さっさと終わらせるぞ。いっけー、私も行くよ。これはおまけでー。俺が受ける。邪魔するな。手加減なしだ。切り裂け。これでどうですか。まったく面倒ね。
俺が受ける。精神を集中して、いっけー、いくぞ。はっ、さっさと決めてやる。ではふっ、決める。そのまま寝てろ。いっけー、もう一回。これで調査に専念できるわ。えへへ、いいもの見つけたかも。なんとなくわかるんだよね。邪魔するなら容赦しないわ。力を貸しなさい。
この匂い。さて。魔法の触媒とか、これ初めて見るかも。えい、えい。なんだ。と、皆さん行きましょう。どうよ。わかりました。と、えいや。下がりなさい。成長。お姉ちゃんに。やあ！先に攻撃しちゃいますよ。どれ？付き合ったよ。はいはーい。どう？任せてください。まったく面倒ね。これで調査に専念できるわ。よーし、採取成功。一丁上がりだよ。この辺りのものは一通り取ったよね。別の場所に行った方がいいかな。さ、同じ場所だ。
他に今できることはこん。それでいいの？他に。何か問題でもあったか、エスカ。何か新しいものを作ろうと思うんですけど、あんまりいいものが思いつかないんですよ。私ってまだまだ作れるものの種類が少ないですよね。できる中で十分頑張ってると思うけどな。でも新しいものか。お疲れ様。どう？仕事は順調？中央からまた新しい機材を仕入れられたの。ついさっきそれが届いたわ。へえ、すごいですね。正直一つが限界かと思ってたんですけど。私も甘く見てたわ。あの支部長、本当に中央に結構顔が利くのね。これから整備班が設置してくれるわ。またアトリエの外で待っててくれる？はい、わかりました。次は何が来るんだろう。ちょっと変なところにぶつけないでよ。そう、そのあたりでいいわ。うん、これでよし。ありがとね。できたわよ。二人とも入ってちょうだい。へえ、分解器ですか。本当によく手に入りましたね。今度も何の機材なのかわからないけど、気に入ってもらえたなら嬉しいわ。それじゃ、この機材も使いこなしてお仕事頑張ってちょうだいね。ありがとうございます、班長。支部長にもよろしくお伝えください。これは一体何ですか？ちょっと見当もつかないですけど。これは分解器だ。主に異物の解析なんかに使われてる。それだけじゃないぞ。分解器で解析すれば構造や材料を把握することもできる。わかりやすく言えば、手に入った異物を俺たちで調合できるようになるんだ。へー、それじゃあ私にも外で手に入ったものが調合できるようになるんですか。俺が調べてエスカにレシピを教える形になるけどな。こいつを使えるのは今のところ俺だけだし、調整も全部任せてくれ。お願いします。使い方を教わっても全然わからない気がしますから。これからは新しい異物を見つけたら分解してみよう。エスカも作れるものが増えるからまた忙しくなるぞ。いろいろと調合できるものが増えるんですね。やる気が出てきたぞ。ねえ、どういうことになってるの？そんなの教えられないわよ。
てない、ちょっと助けて。何やってるんですか、スレイヤさん。何って決まってるでしょ、魔法使いの歴史の研究よ。まさか本当に実在していたなんて。この話が広まれば学会がひっくり返るわ。だからそれは全部秘密だから絶対に教えられないの。もうスレイヤさんダメですよ。ウィルベルさんは私たちを信用して協力してくれてるんですよ。なのにそれを言いふらすなんて絶対にダメです。でもあなたたちは気にならないの？世紀の大発見よ。確かにスレイヤさんの言うこともわかります。でもその行為はウィルベルに対してかなり失礼じゃないですか。この情報が広まったらウィルベルの関係者たちにも迷惑になるに決まっています。あんたそんな風に心配してくれて。それにただでさえこいつは秘密が守れないんです。せめて俺たちの間でどうにかしておかないと。そうね、はいはい、その通りね。ごめんなさい、確かに配慮に欠けていたわ。公表するのは避けるべきよね。ありがとうございます、スレイヤさん。分かってもらえて何よりです。でも個人的に聞くのはいいでしょ、やっぱり興味深い話だもの。まあちょっとだけなら教えてあげてもいいけど。本当ですか？じゃあ私にも詳しく教えてください。あんたはダメね、すぐロジーに行っちゃったくらいだし。そんな。いやそれは自業自得だろ。おかげで俺も知ることができたけどさ。あんたは興味ないの？魔法の技術とか。いや特に。なんだよ教えてくれるのか。そうやって全然興味持たれないのもそれはそれで腹立つな。内緒なのかそうじゃないのかどっちなんだろう。あら、ごめんなさい。気づかなかったわ。何か用かしら。え、その、スレイヤさんって綺麗だなと思って。あら、そういう風に褒められたのは初めてね。どうもありがとう。え、初めてなんですか？それはさすがに意外です。そんなに驚かなくても。面と向かって人の容姿を褒める方が珍しいんじゃない？それに人のこと褒めてるけどそういうあなたも可愛いじゃない。もっと自分に自信を持ったらどう？そんなことないですよ。スレイヤさんの方がずっと綺麗です。男の人に言われたりとかはしないんですか？全くないわね。そもそも最近は異性に近寄られた覚えがないわ。それはちょっと言い過ぎな気が。みんな言うのが恥ずかしいだけですよ。基本的にこもって読書していたり街にはしばらく帰らないことも多いから。そもそも他人とはあまり関わらないのよね。人付き合いって面倒ばっかりだし相手に気を使って話すのって疲れるのよ。正直仕事とでも結婚して引きこもった方がマシね。もったいないな。そんなの寂しくないですか？いえ別に。そんなわけで他人とそんなに積極的に話すことがあまりないのよ。まあ論文のせいで話しているほど時間に余裕がないのもあるんだけど、
研究家なんてやっていたら仕方ないのかもしれないわね。それお仕事の問題だけじゃないですよね。もっといろんな人とおしゃべりした方が楽しいと思いますよ。そうね、マリオンがうるさいから人と話すようにこれでも努力はしてるのよ。それにそういうあなたこそ素敵な男友達の一人もいないの？よかったら私にも紹介してくれないかしら。すみません、そう言われたら確かに私も困っちゃいます。冗談よ。そんな人がいたら私じゃなくてマリオンにでも紹介してあげなさい。ああいうのは何でもできるように見えて意外と奥手なのよ。誰も結婚できない女の典型ね。そういうものなんですか。わかりました、覚えておきます。でもマリオンさんもお仕事大好きですし、お仕事と結婚しちゃいそうですよね。それマリオンが聞いたら落ち込むから黙っていてあげなさい。あ、リンカさん戻ってきてたんですね。ええ、二人はマリオンに用ですか？はい、チェックをしてもらいに来たんですけど、マリオンさんいないですね。マリオンは会議に出かけました。何かあれば机の上に置いておくようにだそうです。量が多いのであれば書類運びは自分にお任せください。それ本来は私たちがするようなお仕事なんじゃ。それは困ります。自分が支部で手伝えることは主に書類運びや資材の運搬だけです。そういった仕事を二人がやってしまうと自分のやることがなくなってしまいます。そういえば、凛花さんが書類を書いているところなんて見たことないな。細かい文字を読むのは苦手です。文章だけでは何の話かも判断しにくいですし、夜間の見張りは耐えられても書類を見ているとどうしても眠気が。それすごくわかります。何度も読み返してるとなんだか飽きてきちゃって。書類関係が苦手なのか。確かにそれだと街にいる間はやることが少なそうですね。やはり支部では書類を書けなければいけないのでしょうか。二人が困っていても自分には手伝えることが何もありません。そんなことないですよ。誰にだって得意不得意はあるんだから仕方ないですって。得意不得意は誰にでもある。なるほど、そういう考えもあるのですね。確かに不得意な人間が無理をしてもいい結果が得られないことは多いです。なら不得意な仕事を避け続ければ最大の効率で仕事が進むはず。いやまずは不得意なことを減らすのが先のはずじゃ。今までは人数が少なかったですが、二人がいればそういった仕事は全て任せられます。ありがとうございます。なんとか活路を見出せるような気がしてきました。え、そうですか？よかったです。今後は自分の得意とする仕事で開発班に貢献しようと思います。自分の得意そうな仕事があれば遠慮なく振ってください。はあ、わかりました。なんだか言ってることがおかしいような。大丈夫かな。今日はどうされました？どうもお疲れ。どうも、まさか。どうも、どのい、こ、どうも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 。
のも一区切りっと。今日はいい感じに進んだかも。ちょっと息抜きでもしようかな。あ、そうだ、この前クローデに教えてもらったケーキでも作ってみようかな。作ってる間にロジーさんも帰ってくるだろうし、マリオンさんと、あ、もしかしたらリンカさんも帰ってくるかもしれないし、よし、ちょっと大きいけど頑張って作ろうっと。ここで材料を、あ、ちょっと多いかな。あ、まあ大きいのができちゃったらそれでもいいかな。仕上げにこうして。悪いわね、ロジー君、雑用なんて押し付けちゃって。これぐらい大丈夫ですよ。さてと、エスカの方は進んだかな。あの、これ何やってるんだよ、エスカ。これはその、違うんです。な、何が違うんだ。ちょっと味見をしてたんですよ。お二人を呼ぶ前にちょっと味見をしようと思って、思ったより大きいのができちゃったんです。それで味見が、その話してることがむちゃくちゃになってるわよ。しかもその量で味見なのか。ごめんなさい、一人でほとんど食べちゃいました。せっかくみんなで食べようと思ったのに。いや、謝る必要はないのよ、エスカちゃん。ケーキなんてあると思ってなかったし。ああ、気にするなよ。独り占めなんて良くないですよね。でも、すごく美味しくできて。そうだ、今から作り直しますから、今度こそみんなで食べましょう。まだ空気なのか。今日はその辺でやめとけって。ほら、休憩は終わりよ。仕事を再開してちょうだい。はい、わかりました。今日はもうやめます。はあ、とにかく早く片付けろよ。そのままじゃ仕事できないだろう。恥ずかしいです。でも美味しそうだったわよね。また作ったら今度は私にも少しちょうだい。はい、わかりました。今度こそみんなで一緒に食べましょうね。あのケーキどうやって作ったんだ。材料もどこで調達したんだか。どれを調合しよう。材料何にしよう。これでよーし、うまくいきますように。うまくいきますように。これで、それじゃあ仕上げに入るよ。やったー。どの戦力を引き継ごう。これでいい？完成したよ。何がいけなかったんでしょう。あれ、何をそんなに落ち込んでいるんですか、リンカさん。またマリオンに怒られてしまいました。マリオンの出す任務はいつも難しすぎます。へえ、やっぱりリンカさんが頼まれるようなお仕事って大変なんですね。ええ、基本的には無理難題ばかりです。これまで完遂できたことはほとんどありません。今度は自分なりに正しい判断ができたと確信していたのですが。班長はそこまで無茶ぶりする人じゃないと思うけど、
一体どんな仕事なんですか？はい、先ほど書類作成の技術を学べという任務を受けたのです。それは大変そうですね。前に苦手だって言ってましたし。でもいい機会ですし、苦手なことに挑戦してみるのもいいんじゃないですか。俺たちも手伝いますよ。その必要には及びません。その任務は自分の判断で放棄しました。え、任務を放棄ってリンカさんがですか？ですか。人には誰にでも得意不得意があります。そうですね。前に私も同じことを言いましたし。自分が苦手なことを行っても、その効率は最小のものとなるでしょう。それならば得意な人に任せるのが上策のはず。そうマリオンに進言しました。するとマリオンが怒り出してしまって、自分の判断の何が間違っていたのでしょう。そりゃ班長も怒りますよ。苦手だからって仕事を避けてたら何もできませんって。しかし自分が書類作成をして二人より上達するのは至難のように思います。自分には剣があります。これだけではマリオンの役に立てていないのでしょうか？いや、班長はリンカさんに苦手なことを克服してほしいだけなんですよ。苦手なことが減ったら今までよりも新しいことに挑戦できるじゃないですか。それはそうですが、そんなに簡単に克服ができないから苦手なのです。得意不得意は誰にでもあるというのに、この任務は無謀としか思えません。全部得意にする必要はないですよ。苦手だって思うことを減らせばいいんじゃないですか。私たちも手伝いますから、頑張って書類を作ってみましょう。よろしく頼みます。私もあんまり得意じゃないけど、リンカさんに教えられるようにちゃんと頑張らなきゃ。さて、どれにするかな。材料は何にするか。よし、まずこれでこうして、よし、いけ、うまくいってくれよ。これでいい。さてと、仕上げに入るか。よし、どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか。これでいいか。これでいいか。これで完成したぞ。さて、どれにするかな。材料は何にするか。これでいいか。よし、始める。うまくいってくれよ。これでこうし、さて何が起きるか。これでいいか。さてと、仕上げに入るよ。どの戦力を引き継ぐかな。これで完成したぞ。さて、どれにするかな。どれを調合しよう。材料何にしよう。よーし、いい感じ。
これもいけるかな。これでそれじゃあ仕上げに入るよ。いや、どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。レベルアップ、スキルを覚えたよ。さて、どれにするかな。材料何にしよう。そういえば、スレイヤさんってどうしてそんなに遺跡にこだわるんですか？そんなにってほどでもないと思うけど、何か変かしら。変わってますね。やろうとしていることがいつも仕事の域を超えている気がします。はっきり言ってくれるじゃない。いいわ、この際だし、歴史研究家がどういうものか教えてあげる。詳しく聞いてみたいです。具体的には何をするんですか？知っての通り、前時代文明は高い技術力を持っていたわ。どうやって作られたのかもわからない建築物、それそのものに宿っている不思議な力。この町のリンゴ園だって遺跡の力を有効に利用しているじゃない。そうみたいですね。クローネに聞いたらいろいろ教えてくれるかもしれないですけど。あの人はダメよ。ああ見えてものすごく口が固いの。もしかしたら情報の開示を制限されているのかもしれないわね。なるほど、そういうものなんですか。え、どういうことなんですか？気にするな。昔のことはそう簡単にわからないってだけの話だよ。で、その失われた技術をどうにかして再現しようとするのがあなたたちの仕事でしょ。私の場合はそれらが使われたり作られたりした背景を考察するのが仕事なの。ふーん。でもそれって私たちの生活とはあまり関係がないですよね。まあ、前時代での生活と俺たちの生活じゃ前提から全然違うかもしれないしな。なんてことを言うの。関係あるに決まってるじゃない。前時代の人々の背景から私たちとの違いを明確にすることで彼らと私たちの生活や実態を探るのよ。確かに彼らに豊富な技術力があったのは間違いないわ。だからといって私たちと何もかもが違うとは限らないでしょ。そうですね。錬金術が再発見されてからこれまでの研究で分かったことなんてほんの少しなのよ。今はまだ前時代の技術を模倣したりするのが精一杯だわ。それでも将来的に私たちの技術力はきっと彼らを追い抜けるはずだ。としたら滅んでしまったとされる彼らと同じ道をたどるわけにはいかないでしょう。錬金術師たちによって技術が進化しきる前に前時代の歴史をしっかりと私たち歴史研究家が人々に示さなければいけないのよ。なるほど。どうしましょう。スレイヤさん、すごく怒ってます。怒らせたのはエスカだろ。なんとかしてくれ。そんな、ロジーさんだって同意してくれたじゃないですか。
ですか。ちょっと聞いてるの？大体役人は。話がそれ始めている。これは長くなりそうだな。したところです。お二人はどうしたのですか？リンゴ園に用事ですか？ううん、仕事で近くまで来たから寄ってみたの。あらあら、ではあまりのんびりしていたら叱られますね。うん、それはもちろんなんだけど、ロジーさんにリンゴ園もっとちゃんと案内したくて。エスカ、案内は仕事が終わってからでいいよ。クローネさんの邪魔になっても悪いし。仕事が終わる頃には真っ暗ですよ。それじゃあリンゴがなってるところとかちゃんと見られないじゃないですか。まあそうかもしれないけど。ロジンさん、こっちです。結構よく実ってませんか？うちの自慢のリンゴです。そろそろ収穫時なのか？それはまだもうちょっと先です。でもあっちにリンゴが積んであるけど。あれは間引いたリンゴです。実がよく育つように木の様子を見ながら余分な実を取り除くんですよ。なんだかもったいないな。でもああしてあげることで木の負担も軽くできるんですよ。そういうものなのか。なんだいきなり。まあいつ来ても見事だよな。よく手入れされてる。手入れしてあげないとすぐに弱っていっちゃいますから。そういえばここは昔植物なんか根付かない土地だったって言ってたな。はい、だからリンゴの木はコルセイトの希望みたいなものなんですよ。みんな大切に思ってます。ここに来て半年以上経つけどそんな風に見たことなかったな。このリンゴ、去年よりたくさんいい実をつけていて、いいことがある前触れかもしれませんよ。え、リンゴが前触れ？すまない、ちょっと話が見えないんだけど。コルセイトって中央に比べて何もない町かもしれませんけど、でもみんなで助け合って住みよくしようって思ってて。ああ、いいところだと思う。町もこのリンゴ園も。もちろんさ、町にも職場にもこんなに早く馴染めて自分でも驚いてるくらいだ。エスカにも随分世話になってる。よかった。おじいさん不便だとか何も言わないからものすごく我慢してるんじゃないかって心配してたんです。俺、感情を表に出すのがどうも苦手みたいなんだ。よく言われるんだけど、何でも反応が薄いってさ。だからさ、心配かけたみたいで悪かった。これからはもっと思ったことを口に出すようにするよ。はい。そんなに親身になってくれて嬉しいよ。いえ、ロジーさん、少し早いけどリンゴ食べませんか？美味しいですよ。ああ、もらうよ。ありがとう。よいしょ。失礼します。用事？いえ、
これといった用事はありません。そうなの？だったらどうして？あれ、クローネさん、どうかしましたか？ちょうどいいところに戻りましたね、ロジー。お聞きしたいことがあるのですが。はい、何でしょう？エスカはここでの仕事をしっかりこなせているでしょうか？いきなり何を？エスカは仕事を終えて帰ってきても楽しかったとしか報告をしません。しかし役人の仕事は多忙なはず。もしや遊んでばかりで周りに迷惑をかけているのではないかと視察に来たのです。そんなことないよ、私だってちゃんと頑張ってるもん。心配なのはわかりますけど大丈夫ですよ。むしろいつも俺が助けられてばかりです。エスカがいなければ調合もできませんからね。開発班の活動の要ですよ。そんなに褒められてもなんだか恥ずかしいです。あらあら、そうですか。ロジーがそう言うのであればそれを信じることにしましょう。ではこれで失礼します。エスカ、あまりロジーを困らせてはいけませんよ。もうクローネたら、ちゃんとうまくやってるっていつも言ってるのに。それだけ心配してくれてるってことだよ。いいことじゃないか。さあ、クローネさんにもああ言ったことだし、頑張ってもらうぞ。何せエスカは開発班の活動の要だからな。うん、うまく乗せられただけのような気がしてきました。さて、